は何事だ。もうこの足跡、やつら民に何をした。お前が俺を責めるとはな。モーコの小屋、民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった、この染め、モーコのものなのか。これは勘どこ、猛虎の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。さらーん、ボーランジャラーン、ボーランジャラーン、ボーランジャラーン、ヘンデンジャラーン。あの郷で仲間を鼓舞しておる。苦しみおって正体を突き止めねばな。集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長官。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジェン、手を貸さんか。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。
何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹。対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。坂井家は息で憎まれておる。坂井家の鎧を着るならば家紋を隠さねばな。船が待ってる。いつでも立てますぜ。坂井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。坂井砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大鷹どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い風。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。
入れ口はどこだ。よし、うまくいった。境取りでは遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして風、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。俺が乗った船だ。風、どこへ行ってしまった。対馬の船長だ。水死したか。また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。お主の無念、必ず
風、どうした？死んだわけがない。蹄の跡があるはずだ。この蹄は風のものだ。どこへ行ってしまった？歩みに淀みがない。無事のようだ。空腹だったか。狼狽もせず草を這んだ。倒れたか、転げたか。無事であろうな。そこもと静かに聞かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして、運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った？猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。足跡、猛虎だ。たじろいだ後馬を追った。馬の蹴りで頭を割られておる。あの音、近いぞ。風、今向かう。なんだ。よくやった、いい子だ。風、ようやく会えた。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。
お前がいてよかった。襲われておる。急ぎ向かうぞ。続着だ。今ので最後。二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。どうだ、褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。